ダントックさんは山の名。北インドはガンダーラに位置するとされ、玉舞踏地下とも称する。かつて釈迦の前身であるスダイド大使が菩薩行を収めたという。また、釈迦も支持したアーラーラカーラーマが住んでいたという。日本では古くから出立大使が苦行を積んだ地とされ、うつほ物語、良人秘書、平家物語などにも暗湯のニュアンスも込めて登場する。 兵庫県南西部、姫路市と伊保郡大使町の境に位置する山。読みは、断徳山。標高は165.1メートルとそれほど高くないが、近くの旭山、立岡山と共に、平野からそびえる残球で、気軽にハイキングを楽しめる。近年は、里山としての整備も進められている。山頂からは、大使町を一望できる。 また山頂には大きな岩があり、岩のくぼみは、王神天皇の奥津、三重の跡、または、聖徳太子が馬に乗って登山し修行した際についた、蹄めの跡との伝説が残る。東側を、大津茂川が南流する。また、山陽新幹線が断徳ト,トンネルで東西に抜けている。香川県東部、佐抜山脈にある山。 佐伯市と東香川市の市境に位置する。読みは断徳山。標高630.6メートル。山頂に山東三角点がある。南陸が港川の水源の一部をなすことから香川の緑百選に選定されている。ありがとうございます。